伝えることができるうちに伝えておきたかったのです。本当は私の思い過ごしでこの日記がずっと開かれないことを望んでいます。私の父はある研究をしています。詳しくは分かりませんが非常に重要な研究らしく、最近よく どちら様でしょうか。お嬢さんのお友達ですか。お嬢さんはいらっしゃいませんが。お嬢さんが行方不明。どうぞお入りください。奥の部屋で変な音しなかった？ああ、気にしないでください。博士が研究されている時はいつものことですから。そうかしら、そんな感じの音じゃなかったけど。今日は誰も通すなと言われていますので。まあ、素敵なペンダントだこと。きっといいことがあると思うわ。大切にしなさいね。そう、あなた方にいいものをあげましょう。ちょっと待ってください。どうしたんですか突然。僕たちにはあなたからそのようなものをいただく理由がありません。申し訳ありませんが、それは受け取れません。まあ残念だわ。でもこの時計はあなた方に持っていてもらいたいわ。
見ての通り、私は家にこもりきりで時間を気にする必要がないのよ。だから私よりもあなた方に持っててもらった方が時計も喜ぶと思うの。受け取ってくださるわね。わかりました。そういうことなら遠慮なくいただきます。そうしてちょうだい。相変わらずね。またいらしてください。いらっしゃいませ。どうもありがとう。彼女へプレゼント？少しおまけしておくわね。またどうぞ。何か用かい？新聞なら間に合ってるよ。名の友達、それならそう言っとくれよ。エルガーさんの身の回りの世話をするのが私の仕事さ。この前エルガーさんの研究室を覗こうとして水をかけられてたやつがいたね。身の回りの世話で一番大変なのは掃除だね。私は背が低いから窓拭きの時なんかいつも踏み台を使ってるんだ。私にかい？嬉しいことしてくれるね。こんなことしてもらったのは20年ぶりだよ。踏み台を貸してほしいのかい？何に使うか知らないけど、使い終わったらちゃんと返してちょうだいよ。もう用は済んだんだね。Thank you.
金もらっても。時計が惜しくなったんだな。まあいい、時計を返してやろう。花束もあんたらにやるよ。じゃあな。ジェリー、やめておいた方がいいんじゃないのかい？平気よ。博士だって研究のことよりメイの方が大切に決まってますもの。ロイ、大変よ。エルガー博士が血まみれになって倒れてるわ。早くレイノルズに知らせないと。あなた方ですか。どうぞ。レイノルズさん、大変です。今窓から研究室が見えたんですが、博士が中で倒れています。え、本当ですか。大変だ。とりあえずお入りください。足跡だ。研究室に入る形で残っている。ロイ、この箱は何かしら。なんだろう、道具箱かな。レイノルズさん、
この釘抜きを少しお借りしてよろしいでしょうか。ええ、構いませんよ。足跡は丘の上から続いてるわね。この足跡は犯人が残したものと考えて間違いないね。でも研究室から出て行った跡なんてどこにもなかったわよね。あら、こんなところに新聞が捨てられてるわよ。これは証拠品かもしれない。念のため拾っておこう。あなた方ですか。どうぞ。Thank you.
ジェリー、そこにある本は？雑誌ね、タイムって書いてあるわ。引き出しを抜いてしまった。もう何をしてるのよロイ、早く戻しなさいよ。ごめんごめん。ジェリー、隠し引き出しだ。ほら、後ろの張り板に刻み目があるだろう。本当？ねえ、中には何が入ってるの？ちょっと待って。よし、取れた。8桁の数字ね。ロイ、ダイヤルを合わせてみる？どういう風に合わせるの？8桁の数字ね。ロイ、ダイヤルを合わせてみる？ダイヤルは8桁の数字ね。ロイ、ダイヤルを合わせてみる？どういう風に合わせるの？ダイヤルは8桁の数字ね。ロイ、ダイヤルを合わせてみる？どういう風に合わせるの？酒はやりません。お酒はやめてますので。
なら一応いただきます。スイッチを押すよ。ええ、準備はいいわ。本当に1916年に来れたのかしら。ねえ、ロイ、どうしたの？ねえ、ロイ。ジェリー。え？貴様ら、人の家の庭で何してやがる？いえ、私たちは何も。いいから、とっとと出てきな。いいか、今度俺の家の庭であんな真似してみろ。ただじゃおかねえからな。わかったか？何か？僕に何か用ですか？できたら手短に。あ、読者の方ですか。どうぞお入りください。エルガー博士ならこの裏山に研究所があります。でも博士は大変な人嫌いで、道も通行止めにしてあるくらいですから。信じられない、君たちがこれを。僕もこう思っていたんだ。誰も分かっちゃくれなかったけどね。でも1919年の禁酒法っていうのは少し無理があるんじゃないか。え、そうかな。だって酒好きの人間なんて何万人もいるんだ。その人たちが禁酒法を受け入れるなんて考えられないよ。僕も酒好きの人間の一人だから言うけど、禁酒法が施行されたとしてもとて
手も受け入れる気になんかなれないね。そうだろうね。でもケニー、実際に禁止法を施行している州があるのを知ってるだろう。ああ、確かに禁止法を施行している地域があるのは知ってる。でもそれは好みの問題だろう。飲みたければそこから出りゃいいわけだし、ここではね。ケニー、それは違うと思うよ。それは戦争が始まる前のことだ。来年には国策として連邦議会に提出されるはずだ。教会や禁止党の連中は、飲酒は社会悪の源だと言ってるんだ。戦争が始まった今、禁止法は地方だけのことじゃなくなると思うんだ。そうか。じゃあ国民にどうやってそれを納得させるんだい？国民は納得しないんだ。だけどアメリカが戦争に参戦したんだ。禁止運動は一層活発になり、禁止法を施行せざるを得なくなるんだ。そして社会悪の源である酒は飲まれなくなり、アメリカは平和になるというんだね。いや、むしろその逆なんだ。禁止法のためにアメリカの秩序はさらに乱れるんだ。法律で禁じられてるとはいえ、結局酒はやめられないだろう。そうなると必然的に酒は闇で取引されるようになる。もちろん警察の中にも酒好きの人間はいるんだから、賄賂として酒を送っておけば多少犯罪を犯したところで目をつぶってもらえる。それだけじゃない。酒を密輸、密造、密売するとなると個人じゃ限界がある。やはり大規模な組織の力が必要になってくる。そういう犯罪を平気でやれる組織となると、マフィアか。そういうことだ。マフィアと警察が裏でつながってるとしたら、秩序は必然的に乱れてくると考えて間違いないだろう。そうだ、その通りだ。すごい、そこまで考えているのか。じゃあその先は。うん、それから。ロイ、そんなことしてていいの？あ、そうか。ケニー、すまない。僕たちは急ぎの用があるんだ。続きは今度にしてくれないか。そうか、残念だな。あ、いや、引き止めて悪かった。本当ですか。どうもありがとう。資料として大切にします。そうだ、君たちはエルガー博士に会いに来たのでしょ。いいですよ、君たちなら彼も嫌がらないと思います。彼の家は僕の家の裏庭から行くといい。ドアを出て一本道です。裏庭へのドアはずっと開けておきますので、自由に出入りしてください。あ、どうもありがとう。あるわ。
これはどういうことかしら。私に何か？これはエルガーのコートですわ。あ、違う。彼は今ここにいます。彼が何かしたのでしょうか。昨日から態度が変なのです。どうぞお入りになってください。エルガー、お客さんよ。お客さんとはあなた方ですか？ご用件は？私がエルガーです。何でしょう？そうだったのか。するとあなた方は、とりあえずこちらに。マーシャ、君もこっちに来て話を聞いてくれないか。大事な話なんだ。そうですか。あなた方は1945年から来られたんですか。すると30年後に私を殺す犯人を追ってきたんですね。もうお分かりでしょ。彼を殺した犯人は目の前にいます。そう、この私です。私は以前から時間を制御する研究をしていました。そして最近ようやく試作機が完成したんです。動物実験による理論の裏付けも終わり、あとは自分で実験台になるばかりでした。ただ軽い気持ちだったんです。私は好奇心から30年後の自分を見てしまったんです。それは見てはいけないことでした。なんと30年後の自分は軍部に協力し、この機械を軍事兵器として再び作っていたんです。再びと言いますのも、この実験後私はこの研究を闇に葬るつもりだったんです。平和主義者の私にとって、この機械が兵器として使われることほど恐ろしいことはありません。最終兵器としての力がこの機械にはあります。私は悩みました。たとえ30年後とはいえ、
自分自身が変わってしまうことに絶望してしまったんです。悩んだ挙句、私は自分の人生に決着をつけるために30年後に向かうことにしたんです。私はナイフを新聞紙に包んで持っていきました。その頃研究所は丘の下に移っていたので、丘を下り裏庭に回りました。裏口を壊して研究室へ入ろうと思っていたんです。しかし裏口まで来てみるとドアは開いていました。私はそっとドアを開け中を伺うと、ちょうどそこには30年後の自分がこちらを背にして立っていました。私はナイフを握り近づいていったんです。あと3フィートくらいまで来た時、急に彼が振り向きました。私はとっさにかざしていたナイフを振り下ろしました。気がつくと彼の胸にナイフが深々と突き刺さり絶命していたんです。その時ドアの方から人の声がしたので、私は急いで機械のメーターを合わせようとしました。もちろんこの時代に戻るためです。私は我が目を疑いました。驚くべきことに、メーターはすでに私が帰るべき1916年6月15日にセットされてあったのです。その瞬間、自分が大きな間違いを犯していることに気がつきました。彼の運命は彼自身が一番よく知っていたんです。なぜなら彼にとってその日の私の行動はすでに彼自身が30年前に経験していたことだったんです。彼は全てを知っていて死を受け入れたんです。それは不可解なことでした。この手紙を読むまでは。読んであげましょう。これは30年後の私からの手紙です。若き日のエルガーへ。自分の行動に決して悩むことはない。人生は素晴らしい舞台。時間はかくも巧妙な伏線を張った物語を用意して我々を楽しませてくれるではないか。私は君を待っていたのだ。私には娘がいる。もちろん君の娘でもあるわけだが、私にとってはかけがえのない存在なのだ。その娘が軍部の手によって軟禁状態になっている。私の研究を軍事目的に利用しようとしているのだ。君には私が悪魔に魂を売ってしまったと見えたことだろう。30年前の私がそうだったように。しかし軍の脅迫は自殺さえ許さないほど巧妙に圧力をかけているのだ。だが私にはただ一つ希望があった。それは1945年6月15日に君が来ること。そして30年前の自らの手を借りて人生を終わらせることが今の私に残された唯一の希望であり誇りだったのだ。私は何も変わってはいないつもりだ。ありがとう。君たちが手紙を持ってきてくれたおかげで誇りを失わずに済みました。私はこの研究を密かに処分することにします。
そうだ、あなた方を1945年に送り返さなければ。これは研究室の鍵です。機械の使い方はお分かりですね。メーターは1506-1945にセットしてください。それであなた方の時代に戻れます。平和主義を貫くために殺人とは皮肉なことです。そうだ、この書類を持ってってください。この書類には私の研究のすべてが記されています。人類が大人になったとき、きっと役立つでしょう。こんなものを渡されてあなた方には迷惑かもしれないが、どうかお願いします。まだ見ぬ娘の日記ですね。優しい子に育つようだ。ありがとうございます。心から感謝しますわ。あなた方は30年後の彼の機会で来られたのでしょう。これではっきりしました。これを読んでください。でもこれを読むのはあなた方の時代に戻ってからにしてほしいんです。お願いします。君たちを待っていたんだ。あの雑誌を見せてもらったが、君たちは分析能力だけでなくジャーナリストとしても一流だ。どうだろう、僕と組んで新聞社を作らないか。君たちがいればシカゴでも通用するぞ。ケニー、気持ちは嬉しいけどそれはできないんだ。僕たちはもうすぐ遠いところへ行かなければならない。遠いところって？え、それは彼が戦争に行かなくちゃいけないんです。そうか、それは残念だな。そうだ、こうしよう。僕は君たちが帰ってくるまでにシカゴで会社を作っておく。そしてシカゴで君たちの帰りを待つことにする。いいかい、忘れないでくれよ。僕たち3人の会社だ。だから君たちに会社の名前をつけてほしい。もちろんカサブランカよ。デイリーカサブランカ、それしかないわ。ケニー、約束するよ。僕たちは必ず帰ってくる。僕たちの会社だ。たとえ何年後になろうとも必ず。でもその時は僕たちが分かるようにしておいてくれよ。どんな方法でもいいから。心配性だな。よし、分かった。こうしよう。会社のロビーに僕の肖像画を飾ることにしよう。その絵の裏に君たちのことを書いた証文を隠しておくよ。それでどうかな。あ、それでいいよ。そうだ、このことを記念してみんなで写真を撮らないか。デイリーカサブランカの設立記念写真だ。いいわね。こんなことになるんならいい服を着てくるんだったわ。
それじゃあスイッチを押すよ。スイッチを押すよ。ええ、準備はいいわ。大丈夫かい、ジェリー。ええ、なんとか。ところで、ちゃんと私たちの時代に戻れたのかしら。わからない。機械のスイッチを入れたところまでは覚えてるんだけど、その後の強い衝撃音と熱風で気を失ってしまったんだ。あら、もう大丈夫ですの？本当にびっくりしましたわ。すごい音がしたので見に行ったら、あなた方が倒れてるんですもの。何をしてらしたの？もう大丈夫ですの？ありがとう。いい香り。よかったわ、また会えて。驚いてらっしゃるのはよくわかりますわ。説明しましょう。その前にお見せするものがあります。そちらの部屋へどうぞ。ロイ、これは何かしら？これはタイムマシンだ。え？だって形が全然違うじゃない。あ、でもタイムマシンだよ。博士の機械に使われていた部品と似たものがところどころにあるからね。でもどうしてこんなものが？あのおばあさんに話を聞いてみよう。ロイ、これは何かしら？これはタイムマシンだ。え？だって形が全然違うじゃない。あ、でもタイムマシンだよ。博士の機械に使われていた部品と似たものがところどころにあるからね。でもどうしてこんなものが？あのおばあさんに話を聞いてみよう。
っているのです。歴史はあなた方を必要としています。それは未来にとって大事なことなのです。エルガー博士は私たちの世界では近代科学の父と呼ばれています。彼は知っての通り1945年に亡くなっています。しかし彼の研究は二人のジャーナリストに託されました。その二人は平和のため忠実に博士の意志を守り続けたのです。彼らは沈黙を守りました。守り通されました。お分かりでしょう。その二人のジャーナリストこそあなた方なのです。あなた方は帰らなくてはなりません。未来はすでに決まっているのです。それからもう一ついいものをお見せしましょう。私の名はイルザ・スティーブンス。そのペンダントは母の形見です。そうなの。私はその二人のジャーナリストの娘。なんて挨拶したらいいのかしら。はじめまして。私はあなた方の娘ですのよ。心配しないで。イルザって名前は君のアイデアかい？もちろんよ。カサブランカを知ってるでしょ？ほら、アカデミー賞を取ったイングリッド・バーグマン主演の映画じゃない。私3回も見たのよ。映画の中で彼女が演じていたイルザ・ランドがとても素敵だったわ。私ずっと憧れてたの。いつか娘ができたらイルザって名前にしようって決めてたのよ。いいでしょ？今の会社も名前が気に入って入社したぐらいですもの。もっとも私が会社の名付け親だったなんて言っても誰も信じてはくれないでしょうけど。さあこれから忙しくなるわね。私の両親にも会ってもらうわ。それから結婚式でしょ。どこに住む？家も探さないと。イルザにもっと聞いておけばよかったわ。あ、そうだわロイ、マーシャさんからもらった手紙、もう読んでもいいのよね？ああ、そうだね。読んでみようか。見知らぬお二人に。あなた方が帰られてから、すべてエルガーから聞きました。でも彼は、一つだけ私に隠していることがあります。彼から自分は、あと30年の命だが、結婚してほしいと言われました。なんてバカなんでしょう。彼に言ってやりました。未来はすでに決まっていますのよ。それは彼の口癖なんです。人は運命を知ると不幸になると言われます。でも私は彼が隠そうとしていることを知っています。それは私が彼より先に病死してしまうこと。もちろん彼もそれを承知の上です。でも私がその事実を知っているということは彼も知りません。短命だが結婚してほしいというのは本当は私のセリフなのです。
ど分かる嘘です。1916年6月15日、マーシャ・エルガー。マーシャさん、エルガー博士と結婚できてよかったね。そうね。あれ、そうだわロイ、私まだあなたからプロポーズの言葉を聞いてないわ。決まってるからって省略してはダメよ、分かった？こんな形で将来を知っちゃったらプロポーズしにくいな、照れるよ。ダメ、ロマンチックにプロポーズしないと結婚しないわよ。未来を変えると大変なことになるんだから。いいこと？彼はどこにいるのかしら。約束を破るような人じゃないと思うの。きっと彼の身に何か起こったんだろう。残念だわ。一気に副社長ぐらいになれたかもしれないのに。いいじゃないか。僕は君のことだけで最高さ。他には何もいらない。嬉しいわ。私もあなたと同じよ。ただあのうるさい編集長を顎で使いたかっただけよ。君は男を顎で使うのが夢なのかい？先が思いやられるな。大丈夫、心配しないで。優しく顎で使ってあげるわ。